ヤンルズタークやンエルネストビチルズタークは、帝政ロシアの革命家、ソビート連邦の政治家、ラトビア人、ラトビア5名は、ヤーニス・ルズタクス、ヨシフ・スターリンによる大粛清への支持、協力を行っていたが、大粛清が激化してくると、自身も粛清された。ロシア帝国支配下のクールラントで、農場労働者の家庭に生まれた。リガで、工場労働者として働いていたが、 1905年に、ウラジーミルレーニンの参加のラトビア社会、民主労働党に入党して、反帝政運動に参加。1907年に、帝政の関係に捕まり、モスクワの刑務所へ送られた。ロシア革命で帝政が崩壊した1917年に、釈放されて、本部のロシア共産党の運動に参加した。 1920年から粛清される1937年まで、党中央委員会委員の座を保持し、また1924年から1934年までは、ソ連運輸人民委員を務め、さらに1926年からは、ソ連人民委員会議や、労働国防会議の副議長などを務めた。1932年から1934年に、 かけては、党中央統制委員会議長や、老働監督人民委員を務め、党規則制提権や人事権を握った。党内では、共産主義体制官僚ノーメンクラトゥーラの代表格とされ、レーニンにもスターリンにも忠実な人物であった。スターリンによる粛清もはじめは協力し、1933年1月の中央委員会総会では、スターリンの集団化、 工業化方針に反対していたイヴァンスミルノフを中央統制委員会議長として徹底的に批判し、反革命罪で逮捕に追いやった。しかし1937年になるとスターリンは再疑心を一層強め、赤軍交換を大量粛清。この際にノーメンクラトゥーラも危険視するようになり、ルズタークもとうとう5月24日にはトローツキスト、 ナチスドイツのスパイとして逮捕されることになった。NKVD にでっち上げられた罪状を最後まで自白しなかったが、翌年には銃殺に処されている。スターリンの死後、フルシチョフによるスターリン批判に伴い名誉回復された。ラテン文字転車の例、ヤン・アーネストビッチルドザタク。ありがとうございます。